次はこの辺は道具関係ですねの販売もしてます。先ほど紹介した皆さんに使ってもらえる手道具関係のものを仕入れて販売をしています。でここにあるものだけじゃなくてやりたい作業っていうところから相談してもらえるとふさわしい道具もこちらからご案内できるんじゃないのかなと思うので遠慮なく相談してください。先ほど言った油壺で油壺に含ませている刃物油、あとはですねこれ機械のメンテナンスとかに使ってる潤滑剤ですね、クレ556とかと同じような使い方をするんですが、まあ、この WD40 っていうのが結構調子がいいので皆さんにご紹介してます。プロ専用の瞬間接着剤であったりだとか、あとはエポキシー、その下に来ると同じように速乾ボンド、結構制作物大きくなってくるとあっという間にこれ使い終わるのでちょっと大きめのものも用意してます。あとは接着剤を4種類、それも用途足りるものではあるんですけど、それぞれやっぱちょっと特徴があります。この辺の木工用ボンドって言われるものは接着強度としてももちろん十分なんですけど、乾くのにすごく時間がかかってしまうので、これで一回接着を始めて固定をしてしまうと、もうおよそ半日は触れなくなってしまうのがこの木工用ボンド。あと乾いた後に透明のビニール状になって固まる、そうすると例えば塗料が乗っかりにくかったりとか染色しにくかったりとかしてきてしまって、逆にその部分が隙間として目立ってきちゃうっていうことがあります。僕らがよく仕事で使うのはこのタイトボンドっていうのをよく使ってます。乾くのが早いです。おおよそ1時間ぐらいすればもう触れるような状況になってくるので、例えば、午前中にこれで品物を組んでお昼ご飯を食べて、お昼ご飯休憩が明けたらもう次の作業に取り掛かれるっていうような形で、それだけ速乾性があるよ。あと強度もちょっと強かったりとかします。で特にこの緑の方になってくると、今度はこれウォータープルーフの機能がついてくるので、例えば外に何か使う、例えばベンチだったりテーブルだったりとか食器類にもちょっと使える、でもちろん口の中に入っても大丈夫だよっていう安全基準をクリアされてるボンドなので、そういったちょっと用途で使い分けをするような形で、タイトボンドが透明のビニール状じゃなくてこういったちょっと色のついた形で乾いてくれるので、例えば隙間からこれが覗いてても目立ちにくかったりとかする、そういうちょっと利点もあったりとかするので、これを使うことが僕ら多いです。あとはこいつですね、ボンドケースになってます。僕が家具の勉強した旭川ではほとんどの人がこれを使ってるんですけど、旭川から仕入れて紹介してるんですが、ここの口をですね自分の好みに切って出る量を調整して、このパッケージすごく柔らかいのでこう潰しやすくてすごく使いやすいボンドケースになってます。ユニオンボンドのダルマのケースと、漆のハケのメンテナンスに使ったりするエタノール、漆を拭き上げる時に使う紙、あとこれは漆をこす時の紙、あとはハケ、ちょい塗りくんって言われるすぐ使えるハケ、漆も常に在庫してます。極上生っていうのが木漆になってる、これをこのまま木漆に使える漆で、この木白、こっちは顔料を混ぜて色を作る時とかに使う時の漆、この2種類は常にちょっと在庫するようにしてます。ウッドワークセンターの近くにコンビニとかがなくて、あと自販機も少しちょっと歩かないといけないので、飲み物一応3種類用意させてもらってます。まず普通のお水と丹沢山系の水で作った丹沢サイダー100円です。あとは、僕が北海道で家具の勉強してきたっていうところで北海道限定のコアップガラナ、常に在庫しているのでここに来たらぜひ挑戦してみてください。美味しいです。はい、じゃあ次行きます。